てはですね、愛知県岡崎市よりグレート家康と青い武将隊の皆さんとなっております。コメントもいただいておりまして、悲願の天下統一を果たし264年の長さに至る太平の世へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えた徳川四天王酒井忠次、本田忠勝、榊原康政、井伊直政とその家臣たち、激動の平成のようにこの6人の戦国武将が家康公のふるさと岡崎によみがえりました。現代のエコ社会にふさわしい紙製の甲冑を身にまとい、来てみて一緒に踊る来場者参加型のパフォーマンスがグレート家康公青い武将隊の特徴となっております。皆様との触れ合いを大切にし、家康公や岡崎の魅力を広く発信しながら、家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えに行きますとのことです。はい、それでは楽しみですね。はい、大きな拍手でお迎えしてほしいなと、そういうふうに思います。さあ、たくさんの方がですねいらっしゃってるんですけれども、座れるところは座っていただいて見ていただいても大丈夫でしょうか。後ろの方が見えないようになってしまいますのでね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一人でも多くの方が楽しめるようにと、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。グレート家康公青い武将隊です。よろしくお願いいたします。大きな拍手を。
菊池田の鳩の重さ戦場検索いいのは顔に俺に送るルーは男にやらず我こそ徳川軍先鋒井伊直政拍手じゃいえ、この倉瀬と伊川一向一揆は無事なら先陣詰め味方の士気を盛り上げた皆も恐れをなすな仏末はそれが違う引き受けだ徳川が主人人品も通らなく言われた我の名は榊原康政ここに推参おさらきこの寄りお伝えし東三河の旗頭わしの太鼓の音は味方を殺し武田の軍を退けたわしこそ徳川四天王が筆頭酒井忠次ここに着手いえばグレート家康と葵武将隊わしが勝ち時じゃそれと言うたらえいえい
おーと、いい旅じゃ。しかし、現在新型コロナウイルスが猛威振るっている最中だ。はあ、よ。みんなでこの人数が声を出してしまうと、エアロゾル感染の危険が危ぶまれる。詳しいですね。ゆえにじゃ、みんなの衆が声を出さずに動きだけで、3回。3回。よろしいな。みんなの分まで声を割れば3名が出してまいる。そのようによろしいと。それではみんなの衆。勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおーありがとうござった。しかもちょっとユーモアがあってね、面白いしかもあの刀でやり合いとかもまた見てましたね。それでこうやってわーっとどうしてるんだろうなと思ってちょっと混じり深かったですね。いや俺もあのちょっと先ほどから武将の皆さん見てるじゃないですか、はい、俺も武将